はい、皆さん、こんにちは。マスクマンです。いつもブログ見てくれてありがとうございます。自分はですね、今、体がちょっと麻痺してて、家から今ちょっと数メーターのところにある公園に来てます。ちょっと顔出しできないのはちょっと理由がありまして、ちょっと仕事上ちょっと顔出しするとまずい仕事してるので、ちょっとできないので、声だけでごめんなさい。で、今私の状況なんですけども、足が、こんな感じで固定しないと数メーター歩けません。まあ、治ればちょっと旭川行きたいなと思ってるんですけども、ちょっと今どこも行けないので悔しくて毎日泣いてます。本当ブログ毎日600人ぐらい見に来てくれてて本当に嬉しいです。で、まあ旭川だけじゃなくていろんなニュースやっていきたいと思ってるんですけども、まあ基本的には旭川を風化させないっていう気持ちでちょっと中心にはやっていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。では、マスクマンでした。